ここからはニューヨークのスタジオからこの一週間アメリカで注目されたニュースがまとめてわかるウィークリーキャッチです今日はまずここニューヨークから本場ニューヨークのハロウィンパレードを取材しましたご覧くださいニューヨークの名物ハロウィンパレードが今週火曜日に行われました 例年およそ5万人が参加200万人の見物客が訪れるこのパレードは今年で50回目の開催となりました2001年のアメリカ同時多発テロの直後にも市民を勇気づけるために開催されました今年のテーマは down, Inside out コロナ禍で改めて見つめ直した本当の自分を解き放とうという思いが込められているといいます 毎年作られる大型の人形をはじめグランドマーシャルを務めた芸術家ローリー・アンダーソンさんが乗るフロート大人数が参加して踊るスリラーダンスのグループがクリニッチビレッジを更新しました40年以上にわたりパレードのディレクターを務めるフレミングさんに50回目の開催となったパレードへの思いを聞きました very interesting about this parade is it's 50 years old, but it's always young because this event is always seized by the young people of New York. So it's always fresh. It's never the same. And that's also really great all these amazing things that happened in the early seventies so I'm I'm really I'm really proud I'm really excited I love New York City and um, this is one of the most incredible parades of New York I love it I love the parade director I talk to her every year when it comes time to do the parade I think they do a spectacular job every time we're here we have so much fun the kids are the best the people are the best we love it So 今日もアメリカ ABC ニュースが大きく報じた項目をお伝えします犯人の遺体発見で幕を閉じたメイン州銃乱射事件見逃された予兆とは6週間に及んだビッグスリーのストライキ決着労組が挑んだ新たな戦略とは初めにニューヨークで住宅が爆発炎上15人がけがをしました。 2日木曜日の昼過ぎ、ニューヨーク州ダッチェス郡にある住宅地で大規模なガス爆発が発生し、複数の世帯が入る集合住宅が炎上しました消防と警察が駆けつけ、消火をしながら爆発でがれきの下敷きになった人たちなどの救出に当たりました捜査当局によりますと、この事故で子ども2人を含む10人がけがをしました その他消防士1人と警察官4人が負傷しています。定期的に行われる整備中にガス管が破裂したとみられており、さらに事故原因の調査を行っています。この地区のガス管は80年から90年前に作られたもので、老朽化が原因の一つとして挙げられています。 イスラエルとイスラム組織ハマスの戦争が激化する中アメリカではヘイトクライムの増加が懸念されていますそうした中ニューヨーク郊外に位置する名門私立大学 IB ーリーグの1つコーネル大学の生徒が大学のユダヤ人に対する脅迫文をインターネットの掲示板に書き込んだとして逮捕されました 逮捕されたのは、コーネル大学の生徒、パトリック・ダイ容疑者21歳です。ダイ容疑者はインターネットの掲示板にユダヤ人を大学から抹殺しなければならない、アサルトライフル、自動小銃を持ってキャンパス内にあるユダヤ人センターで乱射するなどとユダヤ人生徒の殺害を予告する書き込みをしていました。FBI ・連邦捜査局は、 この書き込みのサーバーアドレスを特定し31日火曜日に大容疑者を逮捕本人も容疑を認めたということです容疑者逮捕を受けてコーネル大学ユダヤ人センターは学生仲間の間でこのような憎悪が存在することに心が痛み悲しく感じると声明を出しています FBI は 今のアメリカの現状を近年まれに見る危険な状態だとしています実際にイスラエルとハマスの戦闘が始まってから国内では多数のヘイトクライムが発生しています先月パレスチナ系アメリカ人の6歳の男の子が家の公屋にナイフで26回刺されて死亡 公は中東での戦争に腹を立てていたということです FBI はヘイトクライムの計画を未然に防ぐ対策を講じていますヒューストンに住むこの男は殺傷能力が高い武器の訓練を受け過激な思想を持つ人たちとつながりインターネットに爆弾の作り方やユダヤ人の殺害などについて投稿していましたラスベガスの男は ユダヤ人上院議員の留守番電話に邪悪だ、駆除してやるなどと反ユダヤ主義のメッセージを残し上院議員に対する暴行や殺害を予告した脅迫罪などで訴追されました国内で高まるヘイトクライムへの危険性に対してテロ対抗措置の専門家は現代の危機管理にはオンライン上の警備が必要で SNS などを監視し犯罪につながる投稿を見逃さないことだとしています次です。先週この放送でもお伝えした明衆で18人が死亡した銃乱射事件逃走していた容疑者の男が事件発生から2日後の先月27日隣の町で遺体で発見されました 元陸軍予備兵のこの容疑者は精神障害の病歴があり危険人物とみなされていました先月25日メイン州ルイストンのボーリング場とレストランバーの2カ所で男が銃を乱射し18人が犠牲になった事件犯行後に自殺したとみられるロバート・カード容疑者40歳は事件を起こす数ヶ月前から家族や 所属していた軍当局から危険な人物であると見られていたことが明らかになりました ABC ニュースが入手した文書によりますと容疑者の家族は今年1月に男の精神状態の悪化を懸念して重機の購入や携帯の禁止などについて当局に相談容疑者の息子は父親が仲間が自分を小児性愛者と噂しているとつぶやくなど 父親の精神状態が良くないいことを報告していますまた容疑者が予備兵として所属していた陸軍当局では7月に軍の医療施設の精神科で検査を受け2日後に民間の医療機関に送られた際には武器や弾薬を扱ったり実弾射撃の訓練に参加すべきではないと診断されていました。 軍の記録によりますと、容疑者は仕事を理由に9月と10月にも経過報告を怠っていたということです。また、その後の調べで容疑者は、所属していた軍施設を襲撃すると脅迫していて、メイン州の保安官事務所は厳重警戒態勢をとっていましたが、事件の起こる1週間前にその警戒を解除していたということです。 UAW 自動車労働組合は三大自動車メーカーに対しておよそ6週間にわたり続けてきたストライキの終結を宣言しました UAW 全米自動車労働組合はビッグ3三大自動車メーカーのフォードとステランティスに続き30日月曜日 GM ・ゼネラルモーターズとも暫定合意し フェイン会長がストの全面集結を宣言しました。3社とも暫定合意では4年半で2。5%の昇給と生活費の上昇に応じて昇給する生活費調整も含まれています。フォードとステランティスの協定では、有給休暇日数の増加、企業、年金の大幅な改善なども含まれています。

会社側からのの条条件件提示を数回回見送ったた後今回の条件に落ち着きましこのストライキはアメリカ三大自動車メーカーの労働者が一斉に行った史上初の大規模なもので先週には UAW の全組合員およそ15万人の3分の1に近いおよそ 4万5000人がストライキに参加。全米各地の自動車関連工場で最長6週間製造ラインがストップしました。ある大手会計会社が出した推計によりますと、この大規模ストライキが自動車産業に与えた損失総額は93億ドル、日本円でおよそ1兆4000億円に上るということです。 今回、労働組合はビッグスリーに同時に立ち向かい、一斉に首都に入るのではなく、交渉が難航するごとに徐々に首都を拡大していく新しい戦略を取り、それが構想したとも言われています。今後は、他の業界の労働組合も今回の戦略を取り入れる可能性もあると専門家は見ています。次のニュースです。今年8月、 マウイ島で起きた山火事少なくとも99人が死亡したこの大惨事からおよそ3か月ハワイの警察は警察官らが救助の際着用していたボディーカメラの映像を公開しました緊迫の一部始終が収められています。住民を避難させる警察官

逃げ惑う住民らの車が行き換えます。建物の中にも人が。建物にいた人たちをパトカーに押し込めます。警察官らは救助以外にも消火活動や交通整理など混乱した状況が見受けられます。 およそ2時間あったボディーカメラの映像ですが公開された映像はおよそ1 6分で警察は住民などにも配慮してこの映像を公開しました火災の原因は未だ調査中ですが切れた送電線の火花が枯れ木などに燃え移り火が広がった可能性が指摘されています さてコネティカット州ではハロウィンは子どもだけではなくお母さんも張り切りましたえ、しかもお母さんたちは仮装するだけではなくちゃんとした目標も達成する頑張りようですコネティカット州フェアフィールドハロウィーンのイベントに現れたのはゾンビ集団メイクも衣装もかなり力が入っています実はこのゾンビ 皆さんお母さんたちなんです全員揃ったところで始まったのはあのハロウィンには欠かせないゾンビダンスダンスもキレッキレなかなかの迫力ですお母さんたちがこのダンスを披露するのは楽しみだけではなくもう一つ目的があります乳がんの研究資金を集めるための恒例のイベントなんです 今年は50人のお母さんが集まりました2016年に始まり以来メンバーも徐々に増えています創設者のテリー・デイビスさんとジョイ・マーティーニさんそしてアイリーン・クレスさんですメンバーの多くは乳がんを罹患した経験のあるサバイバージョイさんは現在も治療中です

ダンスも資金集めもお見事です <laughs> 以上、ウィークリーキャッチでした <music>